寒すぎる。こんばんは。バリバリゲリラですいません。しかもちょっとだけなんですけど、すいません。こんばんは。名古屋めっちゃ楽しかった。嬉しい。でも楽しかった。ありがとうございました。本当に。かわいい。ありがとう。3人のスペシャルパフォーマンス楽しみすぎ。嬉しい。楽しみにしててください。今日レッスンしてきました。アンデルさん、クッキー、ありがとうございます。スキーギフト、ありがとうございます。スマホ持った瞬間に通知来て驚いた。嬉しい。名古屋蒸しは食べられましたか？みんなで、手羽先を食べました。みんなで手羽先を食べました。ヤッキーさんはアムちゃんギフトありがとうございます。にゃヤヒトのチェキアルバムがいっぱいになってきたから今新しく買ってきた。嬉しい。ありがとう。めっちゃ嬉しい。ヤヒちゃんに釣られたいと思った？イエーイ。一本釣りということで、ヤヒコ推し。埼玉のおじいちゃんさん、ハートありがとうございます。K1 さん、好き。ギフトありがとう。すごい、なんか今なんかやってるんですか？なんか背景も変わってる。なんかの期間ですかこれ。こんばんは。味噌煮込みうどんは食べたの？食べてないんです。めっちゃ食べたかった。本当に心の底から味噌煮込みうどん食べたかった。きしめんとでも食べれなかったです、残念ながら。あ、ホワイトデーキャンペーンなんだ。そういうことか。ホワイトデーか。ゆうとさん、これ何？マシュマロ？ありがとうございます。アンデルさん、マシュマロありがとうございます。こんばんは。寒い。本当に寒くて仕方がないの。寒くて仕方がない。寒すぎる。寒い。嬉しい。ありがとう。めっちゃ嬉しい。入れられるサイズの額縁が欲しい立林です。ありがとうございます。こんばんは。お昼は半袖だったからてっきり暑いのかと思ってた。レッスンがあったから半袖でした。はい。埼玉のおじいちゃんさん、クッキーありがとうございます。
ンドゥさん、いつもありがとう、ギフトありがとう、嬉しい。こんばんは。12日のチケット買いました。 ありがとうございます。ありがとうね、会えるの楽しみにしてます。今日は昨日名古屋で買った味噌カツのタレを使って味噌カツ作るよって。すごい、いいな、いいですね。ヤヒが活動再開して生活がまた変わって嬉しい、ありがとう。こちらこそです、ありがとうございます。本当に頑張ってください、ありがとうございます。ゲイワンさん、いつもありがとう、ギフトありがとう。こんばんは、こんばんは。いやー、今日マジで眠かった。本当にさ、記憶がない、今日の今日の記憶がないです。なんかわかんないんだけど、昨日帰り道にすごく寂しくなったんですね。なんだろう、なんかこの気持ちはなんだろうって感じなんだけど、そう、昨日名古屋から帰ってる帰り道、なんか虚しくなったというか悲しくなって、なんか急に寂しくなったんですよ。そう、なんかホームシック状態、なんでかわかんないの、なんでか。そう、すごい名古屋が楽しくて終わったっていう感じの気持ちからなのか、なんかわかんない。いやでもなんかわかんないんだけど、わあ、一人になりたくないなって。2日間みんなといたから、わあ、一人になりたくないなみたいな、すごい寂しい気持ちになった昨日。そう、何なんだろうね。祭りの後って感じかな。うん、多分ね、そう、名古屋がすごい楽しかったから、そう、多分そう、だから楽しかったからこそのその気持ちだと思うんだけど、すっごい寂しくって、なんか寂しかった。友達欲しいなってなりました。寂しくなった時に会おうって言える友達が欲しい。なんでヘナの友達はみんな新潟にいるんだい。私の仲いい友達だいたいみんな新潟に、大学卒業したらこっち来るかな。なんかやっぱサラの話聞いてると、サラはこれから友達結構上京してくる子いるっぽくて、あのほら、学年的に今高校卒業してこれから次大学生の年の子じゃないですか。サラは今高3だったから、この間まで、まあもう高3の年だったから、これから友達上京してくる子いるって言ったら、何人かいるっていいなーって思っていいなーって。昨日友達全然上京してきてないなと思って、うん、そうなんだよね。
仲いいお友達が上京してきてる子いないんだよね。ピエン。ピエン超えてパオン。みんな新潟残ってそう、結構みんな新潟に残ってる子多いんだよね。私の友達はね、本当に、私の友達は結構みんな東京来てるわっていう子もいると思うんだけど、ひなの友達は新潟に残ってる子が多い。だからなんかすごい虚しくなって昨日、わーなんか会おうって言える友達いないのきついなって思ってそう、こんばんは。きついなって思いました。会おうって言える友達欲しいな。今日暇？ご飯行こうみたいな言える子が欲しい今日暇って言って、いやもうふっかるな子がいいえ、今日ご飯行かん？え、行く？みたいな。ひながガチでふっかる女なんよ。ふっかる女っていうか、なんか誘われたらもう絶対行きたい派なの私は。もうなんか結構ひなは何でも、え、行こうって、もうふっかるなのね。その私がとってもその友達好きだから、友達好きっていうかひな人が好きだから、人といたいタイプだから、誘われたらもう嬉しくて全部行くんだよね。友達とかになんか予定立ててなかったのに急に誘われたとしても、まあお仕事じゃない限り、お仕事で無理な場合はもちろん断るけど、本当になんか家で寝てるとかだったらもう絶対行くってなるの。マジフッカルなの私がだからフッカルなお友達欲しい。ひながその例えばそう、お仕事が早く終わったとして、あーなんか寂しいな、ご飯行きたいなと思ったら、友達とかに連絡して、それでふっかるで、え、今寝てたわ、行くかみたいな言ってくれる子がいいいや本当に人といるのが好きなんですよ。だから誘われたら絶対行く。マジふっかる。そう、マジでふっかるです。ね、よく言われるもん。ひなたふっかるやなーって。ふっかるやなーっていつも言われる。私の特技ふっかるなんで。と思って、こんばんは、こんばんは。いやマジふっかるだよ。あのね、なんか一回その。一回その新潟ってか上京してくる前の話なんだけど、そのこう予定がある2日前に上京する予定だったのね。1日前か、なんていうの、例えば今日何日今日6日じゃん。で8日から東京で予定がありますって時に、ひなは6日の日に東京に行こうと思ったの。そう、まあ、7日の日に全然行っても8日に予定があるから
7日の日に行ってもよかったんだけど、まあ、6日に行って、まあ、いろいろその新規生活の準備とかしたり、1日こう丸1日東京でいろいろ準備をしようと思って6日のバスで行こうとしたわけですよ東京に。で、でもうでっかいキャリーケースを持ってバスで行く、もちろんバスで行きますよ、新幹線なんて使えませんもちろんバスで行きますよ、逆にね。でバス乗り場まででっかいキャリーケースを持って行きましたって時にこれマジ本当にもうビビるよ、本当に何考えてんって思うと思うんだけど、友達からピコンって連絡が来たんですよ。あの成人式行かないって。そう、あのその日その新潟市の成人式の日だったのでまあそのお友達も私も、まあ、結構雪が降る土地のあれだから、成人式はその月、私も3月だったりとか、その他は5月だったりとか、成人式がその日じゃなくって、でも高校の友達がその、まあ、いるからって言って成人式行こうと思うんだけど一緒に行く人いなくて、ひなた一緒に行かんってその時連絡が来たの。もうキャリーケース持ってバスの前にいる時もうそんなんさ、もう断るしかないやん。でもどう考えても行きたかったの。え、待って、行くわって言って私帰りましたやばないやばくないですか、普通に。だからだからあのそう、バスもあれだしやばいよね、すごいでしょ、私ガチふっかるの。なんか本当にお金に対してめっちゃケチだけど、そういうのは本当にもう行くわってなるタイプ。いや本当にマジで行きたかったし、そうマジで行きたかったの。高校でお世話になったというかさ、ひなは本当高校ちょっとしか行けてないけど、すごいお世話になったお友達とかたくさんいたから行きたいなとは思ってたけど、まあ、行く人いないから、あ今日成人式かと思いながら私はバスを待ってたわけ。そしたらちょうどそしたらちょうど友達から LINE が来て、もうふっかるで、ふっかるすぎるでしょ、さすがにやばくない、バスキャンセルしてあと10秒で乗るとこだったもん、ひな本当にあと10秒でもう乗るとこでしたこんばんは。すごいもうふっかるなんです、私とにかく。誘われたら絶対行きたいし、本当に友達が好きだから、もう友達に会いたくて仕方ない、常に。
そんな感じ。くしゃみでそう。マシオさん、星ありがとうございます。うん、マジで私の特技フッカルだから。でもそういうのやっぱ友達と会ったりした方が本当になんか頑張れるっていうか、なんかやっぱりなんか私の周りにいる友達は本当に素敵な子が多くって、なんか私のことをすごい応援してくれる友達がいてくれて、だから会うほどめっちゃ活動頑張ろうって思う。すごい応援してくれるの。この間のその総選挙の時ももうすごかった。友達がもう分かった、友達に拡散してくるって言って友達にめっちゃ送ってくれて、そう泣きそうになったそのそれ見て。10人くらいに送っといたって言って、買ってるらしいじゃん今んとこ、みんな任せてって言ってくれた、うちまで嬉しい泣きって、めっちゃそのさ、すごい本当に勝てるかなって、またプラス10人くらい頼んできたって、やばくない？本当に涙でそうだった。そう、っていう感じで素敵な友達に恵まれています。はい、ということでめちゃちょっと配信短くて申し訳ないんですけど、夜配信はこれで終わりにしたいと思います。すいません、短くて。東京でもそんなお友達ができたら、いや本当に欲しい、お友達欲しい。りーちゃんがいい子だからいい友達多い。いやありがとうございます、嬉しい。見れてよかった、ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。配信ありがとう、ありがとう。私は仕事します。はい、頑張ってください。ありがとうね、忙しいの。今日はこれで終わりになります。はい、ありがとうございます。ではランキング読みたいと思います。13位鈴木一郎さん、ありがとうございます。12位トトちゃんさん、ありがとうございます。11位てってれいさん、ありがとうございます。10位ひろゆきさん、ありがとうございます。9位うっちーさん、ありがとうございます。8位ゴリポンさん、ありがとうございます。7位ジョビさん、ありがとうございます。6位マッシオさん、ありがとうございます。5位ヨシボウさん、ありがとうございます。4位ヤッキーさん、ありがとうございます。3位ユートさん、ありがとうございます。2位アンドゥさん、ありがとうございます。第1位ケンワンさん、ありがとうございます。はい、ということで今日は配信これで終わりにしたいと思います。皆さん今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございました、見に来てくださって。おやすみなさーい。